はい、改めまして皆様どうもこんにちは、オアタピーことガルナです。スプラトゥーン実況プレイ、シーズン2の2の2になります。今回はですね、プライベートマッチを使って、まあオレバナナさんと共催平和主義マッチをね、開催中でございます。ルールは簡単、殺すな死ぬなというわけで、連続参戦の合計ポイントを個人戦で競います。武器の使用制限はありません。ギアの使用制限もありません。ただ単純に殺すな死ぬな、それだけでございます。今回もね、連続参戦でやっていきたいと思います。メンバーは前回に引き続き、ガルナ、五月病マリオ、ミワシーバ、カゴメ P、オレバナナ、コスモアット暴走 P、ソラル、アズマの8名でお送りしたいと思います。ではよろしくお願いします。さあ、チームを決めるのはどっちでも OK ということで、でもね、これもね、やっぱり縄張りバトルで勝ちに行かなきゃいけないっていうのがありますからね、怖いですね。さあどうなる。まず塩の名店になりましたね。そして、ガルナ、マリオ、カゴメ P、コスモと。わー、大丈夫かな。よし、じゃあちょっと今回はね、スプラローラーではなくてこのモミジシューターにしたいと思います。さあ、前回の優勝さんのね、バーサーカーソラルさんが1位で、2位がマリオさん、3位がミワシーバさんということで、若干ブラボーチームの方がちょっと有利かもしれませんね。さあ、さすがにカゴメさんは、ノバブラスターをやめたそうです。そりゃそうだよね。さあ、ね、プライベートマッチ、若干ね、回線が不安定ということもありまして、残念ながら1試合目は無効試合になりました。まあ、誰かがね、回線落ちしたらね、その試合は無効とさせていただきます。よし、では改めてね、1試合目やっていきたいと思います。お願いします。さあ、縄張りバトルでどっちでも決まりました。今回はデカライン硬化したですね。ちょっと待って、ガルナ、マリオ、そしてミワシーバ、バナナの4名ですけれども、私がモミジシューターに変えた結果、モミジが、ちょっと待って、マリオさんもこれモミジにしたね。さあ、モミジ狩りと行こうじゃないか。さあ、モミジ狩りの時間だ。いや、かられちゃいけない。さあ行くぞ、モミジの集団行くぞ。さあ、向こうはね、まさか我々がモミジで万年に。そりゃもうナイスだよ、絶対ナイスに決まってるよね。さあ、ポイズンパチリと行こうじゃないか。もう完全にね、あれだよ、敵に濡らせない作戦ですね。おれおれおれ。さあ、濡らせなければ、濡らせません。ん？なんだ？私は何を言いたいんだ？さあ、濡らせなければなんということはないということですね。さあ、飛んでいくよ。そしてね、常にスーパーセンサーでね、敵の位置が分かるというね、おまけ付きですからね。意外と強いじゃないか、このモミジ軍団って。さあ、しかし敵の邪魔をするようなって、当然自分たちにどんどん抜いていかないといけない。特に今回は基本的には、ね、平和主義マッチなので誰も、ね、やられないはずですから、そうなるとこうとにかく、ね、敵陣を、ね、塗りまくるというのはありかもしれません。そしてポイズンボールがどんどんもじもじもじする。さあ、いいですね。さて、こちらには誰もいない。さあ、平和だ、とても平和だ。まさかここが敵陣とは誰も思わないね。うわー、すごい平和。あ、でもね、普段私シューター使わないんで、こうやってすごい新鮮ですね。さあ、どうだどうだ。危ない。あさあ、ソラルさんに100ポイントのマイナスを与えた。これは大きいぞ。まさか私がここでのんきに塗っていたとは思うまい。さてと、ポイズンボールを当ててって。さあ、なかなかいいぞ、悪くないぞ、ポイズンボールは。
残り1分の段階でもう900台を切ってる。いいですね。さあ邪魔をしていく、トラウさんの邪魔をしていく。さあ私が前にいることによって倒せないだろうね。あ、性格の悪いやつがね、平和主義であったということがわかるかもしれません。じゃあそんなことないんですよ、うん、ね。さあどうしよう、ね、もう本当にね、なんか常にね必死になりすぎて全然わかんないね。さあ塗るんじゃない。カゴメさんに殺された。やばい、これやばいぞ。今の負けちゃいけないだろう。やばい、もみじシューターの集団が見事にもみじ狩りをされてしまいました。いやー、やばい。というわけで、私は2デスですね。一応1160は取れたけれども、うん、辛いな。さあソラルさんは1846取ってるけれども1デスで、それでもなかなかだね。うん、さあ続いて第2回戦いきましょうか。さあ今度は箱フグ倉庫ですね。では、ガルナ、マリオ、バナナ、そしてアズマの4人でいきましょう。今回は私はね、もみじ縛りで行ってみようと思います。さあ縄張りバトル、たくさん縄張りを確保する箱フグ倉庫。いやー、やばいね、うん、さあどんどんやっていきましょう。さあとにかく見てくれ、ほれほれほれ。さあ塗り能力自体はそんなに高くはないと言われているけれども、さあ上がっていこう。ハロー。おっと、どうやら誰もこっちに来ないかな。あ、誰も来ないんだったらすごくやりやすいですね。こっちが、まだほとんど危ない危ない危ない。もうさあ間違ってね、倒しになってしまった時はとりあえずポイズンボールを投げるとね、これ大事ですよ。テストに出るかもしれないね。平和主義ね、科目平和主義に出るかもしれないね。さてどうしようかな。おっとおっと、意外と、あ、くそ、やっちまった。これは回復できないな。痛い、ポイズンうざいな意外と。さて、あぶねえ、それやろ。さてもうね、意外と忙しくてね。え、なぜ怒りになった。やる気なの、やる気なの、やるかやるかやるか、この野郎。さあ殺せるもんなら殺してみろ。さあ意外と互角。報復を受けてしまった。さあイカ娘の装備に身を包んだバーサーカーに報復を受けてしまった。やばいね。でもそろそろあれだね、勝ちに行かないといけないよね。さあポイズンボールをどんどん当てていく。危ない危ない危ない、こうしてしまうとこだった。うっかりこうしてしまうとこだった。殺すわけにいかない、殺すわけにいかない。ここは平和主義なんだ。
何、え、ちょっと待って、うわ、あ、さ、ちょっと最後なんか倒しちゃったんだけど、宮椎葉さん倒しちゃったんだけど勝負には勝ったけれども、やらなくていい軌道をやってしまった。あー、まあプラス300だからね、実質プラス200になってしまったってことだけど、うわー、これきつらいな、これつらいな、やっちゃった。さあいよいよ最終戦、さあ今回はどんなチーム編成になるのか。さあ今回は、ガルナ、マリオ、カゴメピ、そしてアズマですね。とにかく塗りが強い方々が揃っているから、これはやはり確実に勝っていきたいですね。よし、いきますよ。さあ最終戦、意外と楽しいね、すごく盛り上がるこれ、うん。さあ最後はビーマスパークですね。さあポイズンボールの威力をとくと味わうがいいさ。さあまずこれはあれかな、素直に高台を取ってしまえばいいのかな。ああ、とりあえず軽い歩きしてこの辺をガガーッとやっていって、さあ上がっていこう。さあ行くぞさあさあどん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 行こうか。うん、意外とこれでも宝台からでも結構濡れますね。さあどんどん行くよ。今のは事故かな今のは事故かな今なんかさ、普通にやられたんだけどなんでやられたのかわからないけどやられたね今なんか普段の支援とかあったのかな。あ、逃げましたね今。さあ勝負は今互角といったところか。やはり真ん中がね、せめぎ合いの中心になると思われますけれども、さあここから、敵は今どこにいる。のんきにあの辺寄ってますね。あ、こいつボール見せました。さあさあこうなってくると怖いのが、どんどん塗るところがなくなってしまうということ。え、ててててて、危ない。さあポイズンボールを使いすぎて若干、ね、インクの管理がガバガバです、ね、ポイズンにこだわりすぎちゃいけないかもしれない。おっと、あんなとこにローラーがいるぞ。ローラーに引っ越さないといいんじゃないか。やったーさあ残り1分になったらね、さすがにね、こう安直に交際に行ったらね、あのいけないですからね。ちょっと待ってくれ、ちょっと今若干不利ですね。それは私が今やられたから不要意、まあ、そんなこともあるかもしれません。さてさて、でもまだ大丈夫かな。さあスーパーセンサーが溜まっていった。さあこの辺をきちんと塗っていきましょう。この辺を塗るところにいいと思いますよ。塗っていこうか、塗っていこうか、塗っていこうか、どんどん塗っていこうか。いいよいいよ、周りをどんどん塗ってくれたまえ。我々の方でもどん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 やっていくからね、その辺。さあさらに塗っていく。さあどんどん塗っていくぞ、どんどん塗っていくぞ。いいぞいいぞ、周りがどんどんそういうことやってくれるとね、私の塗る範囲がどんどん増えていく。いやー、もみじ最高だねこれ、最高の塗り武器じゃないかさあどうだ、あまりにもマップがぐちゃぐちゃすぎて何にもわかんないぞこれ。勝ったの負けたの。勝ったー、よし。さあ最後は勝ちました。さあこれからね、私の方でちょっとね集計タイムに入りたいと思います。今回は結構塗ったねと思ったけど、そうでもないかな。よし、では、あ、ちょっとまたねここでお別れです。はい、というわけで、集計結果が出ました。第3位アズマ4505ポイント、キル2デス2でした。そして、総合2位、ソラル4594ポイント、キル4デス0
となっております。そしておめでとうございます。今回の総合1位は五月病マリオさん、4664ポイントとなりました。ちなみに、キルは0、デスは2となっております。やっぱりそうですね、キルしないというのがですね、一番の近道かもしれません。いやー、でもやはり勝負にね、勝つ負けるの300ポイントも意外とね、大きいなっていうのが今回のこの結果で分かってきますので、まあ要するに3試合全て勝ってしまえばね、それだけで900ポイントですから、わー、いかにその勝負にも勝つっていうのがね大事かなっていうのがよく分かる試合でした。あ、ちなみに私大和田 P は、3809ポイントでまた6位でした。なんだろう、この主催がねパッとしないっていうこの感じね。ちなみに俺はナナさんも3781ポイントで7位と。どうした、共催もうちょっと頑張ろうかね。というわけで、残り3試合目、引き続きお楽しみいただければ幸いです。同じメンバーで頑張っていきますのでね。というわけで、お相手はおわたぴーことガルナでした。それじゃあ皆様またね、バイバイ。あー、悔しい、ちくしょう。